ありがとうございます。一人ぼっちで、またまた、録音ということで、佐渡県、本日スタートでございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当は、皆さんとご一緒させていただきたかったんですけど、私は多分この放映を聞いている頃はですね、遠くの実家が山形でございまして、まあ、そこで、一生懸命聞きながらですね、皆さんに一生懸命、チャットでですね、また、お話できればなというふうに考えているところでございます。はい、じゃあオリジナルいきたいと思います。ソライドという歌からいきます。港を離れ新しい海を渡る、霞む雲の向こうを、初めての島が見える、そこまでに上がれる、その人は自信たっぷりに嬉しそうに話してくれたわ。タバコや人生に悔いなし、ただ時代は私に辛かったとは。幸せを願う、この晴れた空色の下で、この島が幸せであるよう祈る。街の中では誰もが気づかない、空と海がこんなにも大きいことを交わす言葉、こんなにも温かいことが僕の知らない空しがそこまでに上がれる、その人は自信たっぷりに嬉しそうに話してくれたが、昔国も島を切り開いた、今でもその気持ち変わらないとは。この晴れた空色のように、あなた幸せを願う、この晴れた空色の下、この国が幸せであるよう祈る。La la 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 la
優しさを分け合い、そして素直な気持ちになれればいい。この晴れた空色の模様に、この晴れた空色の模様に、空色という歌でございました、はい。続いてですね、ギフトという歌、同じくオリジナルでございます。いきたいと思います。ちょっと海をイメージした、
歌でございました。まあ2曲目の方はちょっとあんまり海は出てこなかったですけど、海近くの町へ行く、その途中でということでの歌でございます。ですね、今日は、オリジナルは、この辺にしましてですね、どうしてもちょっと今日また、歌いたい歌、ちょっとあるなということで、後半、今収録をしている、この時間はですね、雨が降ってさっきも雷が鳴ってですね、なんとなく今日はちょっとブルースな気分だなということでですね、ブルース、というかですね、自分の中で、あんまりレパートリーあるわけじゃないんですけども、ちょっと何曲か皆さんにお届けしたいと思います。Same Old Blues。ちょっとはちゃめちゃな、でも大好きなんですけども、夕方、お掃除おばちゃんに行きたいと思います。
掃除おばちゃん、あたしゃビルのお掃除おばちゃん、モップ使って仕事する、朝昼晩と便所を磨く、朝昼晩と便所を磨く、うちの便所はもう嫌よ、フリルのついたやつ、イチゴの模様のついたやつ、あそこの部分の透けてんの、私のパンツは父ちゃんのパンツ、あたしゃビルのお掃除おばちゃん、あたしゃビルのお掃除おばちゃん、今日も歌って仕事する、ワッシュビッシュビルアッパー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 、シュワ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 ッパー、放送に乗らないんじゃないかみたいな話があったんですけども、ね、ちょっと見させていただきました。はい、続いてですね、今日ちょっと歌いたかった歌っていうのが、ブルースのですね、旅人と言いますか、自分は広島の方にいた時にライブハウスでご一緒させていただいたことがあったんですけども、ブルースシンガーの柳さんっていう岩手県出身のプロの方なんですけども、2年前に、ごめんなさい、今年の2月にお亡くなりになったっていう話を伺いました。すごく好きだし、芯があって、でも生き方だとか、歌もそうなんですけども、なんか、自分の中にない憧れみたいなのもあって、歌と旅と、ブルースと、そういったものをなんかすごく、体験されている方、まだ去年60歳ということでね、すごく、悲しいというか、そういった、思いがあります。実はその方の、持ってらっしゃった楽譜を、私が恋にしてたライブハウスのオーナーさんがコピーを取ってですね、そのコピーを私がまたいただいたということでですね、ご本人に歌っていいかというのを実は直接何かの機会で、一度は伺ったりはしたんですけども、あんまり人前で歌うことがちょっと今までなかったんですけども、最後にちょっといきたいと思います。ウィスキーという歌でございます。
今日はね、佐藤健、トップバッターでですね、なんかはちゃめちゃですけども、一生懸命歌いましたので、またぜひ、今日、後半の人にですね、チャンネルはそのままでしていただきたいと思います。今日はありがとうございました。店の明かりが
ちるまで起きたわ。駅へ行き切符を買うのさはもちろん小銭が残っていればの話だけどね。
もよろしくお願いします。予定してない感じ今日は、うん、はい、なんとなく始まるのでなんとなく聞いてください。Thank you.
ございます。梅雨に入りましたね。ねえ、あなたです。はい、そうですね、はい、梅雨大嫌いですよ。なんで髪の毛が爆発するから。でもベトベトになって、いつも爆発してる。いや、爆発という感じでは私はなく、はい、ベトベトになるなと思って。めんどくさいな。めんどくさい、めんどくさいですね。なんか梅雨って体の中も湿気るそうですよ。あ、いつもあ、そっか、いつもアルコールで水分供給してるから。そうだ、今日もちょっとね、1時からの収録だったんですけど、なんか余儀なくされてコンビニに寄ること。急に信号の手前で急に、あ、そういうこといいのか。いや、いいっすよ。そんな感じで、いつも湿気てるリーダーとやっております。じゃあ次の曲。もう何度も経験してるもんで、うん、自分仕上げないとステージに立って指が震えてギターが弾けないっていうのを見抜かれてることもあるから、落ち着かないと。なんで落ち着かないと弾けないんです、私は。今ね、うわっって言ったって主語がないから分かんないけど、全部アルコールの話ですよね。そうだからね、はい、酒飲みの親父なんです。今日はあんまりそういう話はしないってつもりでいたよ。たんですけど、しっとりいこうかなと思ったけど、そうもいかなくなったので、次の曲をやりたいと思います。あなたのスタイルをね、壊すようなキャラなんですよ。シーンとしてる。はい、はい、まあ、じゃあそんなことでしっとりといきたいと思います。こそっと浸透していただければ。はい、わかりました。はい、
違う意味での好き、変なモテ期襲来、僕は必死に祈った、ゲチゲチよ戻れ。近況コーナーを何かお願いします。え、近況、なんかいいことありましたか？いいことはないね。庭の、植木がボーボーってこんなのがもっとすごい状態になって、1週間前に剪定をバリバリ思いっきりやったら1週間以上筋肉痛が続いてる今でありますっていう、つまんない話しちゃったね。でも今のうちにやっとかないとね、夏大変なことになっちゃうからね。もう一応自分のためにビフォーアフターの写真撮っといて、うん、それを見て喜んでるんですけどね。うん、私ももらいました、うん、なんか喜びが伝わってきました、はい、よかったです。です、はい、さて、はい、今日はね、生き物の歌がいっぱいで、聞いてますかね。これね、うん、チューニング大切なんだな。ね、なんかでも梅雨、今年本当梅雨らしい梅雨ですよね。いっぱい雨降って、また明日、明後日ぐらいからまた降るのか。でもなんか今までみんな、なかなかお出かけできなかったので、ここぞとばかりに傘とか長靴が売れてるそうです。そういう風に楽しみを見つけるのもちょっといいなって。ワークマンのブーツいいな。ワークマンのブーツいいですか？うん、持ってるんですか？いや持ってないよ。持ってないの？いいなって言ってる。いや欲しいなって。でも歩いてたらみんな入ってたら嫌だなってなるし、ワークマンだからみんな入ってるだろう。そしたらじゃ逆にスーパーの2階とかで買うと誰も売ってない、買ってないかもしれないけど、まあ、じゃあ聞いてないから次の曲いきたいと思います、はい、次もね、ちょっとこれ配信今収録お昼にやってるんですけど、結構カラータイマーがね来てます。あ、わかりました。じゃあサクサクいきたいと思います。じゃあ次の曲歌います。花に
今日はあとで反省会やりますかね。もう禁酒です。そんなじゃないよ、そんなもん。俺の人格を失うようなもん。自爆してますよ。え、自爆してる。はい、こんな感じで仲良くやってるので、どこでもそうなってきたんですよ。しょうがないですね、こればっかりは。病気だからね。
でした。
姫恵美です。よろしくお願いします。このね、収録の日が来るのが楽しみなのか、それとも楽しみじゃないというか恐怖なのかちょっとわからないこの頃なんですけども、今日はまずオリジナルなんですけども、音楽活動を始めて2015年ぐらいから、オブスマっていうところなんですけどね、埼玉県の、そこで、ギターを習っていて、酒井さんというとこなんですけども、そこでギターを習ってて、まあ、その仲間と一緒にちょっと音楽活動を始めまして、で、まあ、最初にオリジナルを作ったんですけども、その最初、にわかというね、男性2人と私1人3人の、グループだったんですけども、にわかというなんかグループ名をつけてしまったので、じゃあにわか飴というオリジナルを作ろうということで、私が詩を書いて、僕はにわか飴という曲を作りました。で、まあ、当時ちょっと歌ってたんですけど、最近全然歌わなくなってたので、ちょっと引っ張り出してきて、思い出して今日は歌おうと思います。僕はにわか飴ということで、まあ、空から彼女を見守ってるっていう、そんな感じの歌です。僕はにわか、にわか雨。
の甘いラブソング的なんですけど、なんか、空にいるって言ったら恋人亡くなっちゃったのかなとかね、そういうふうに想像される方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、あの誰かがねいつも見守ってくれてるっていうふうに思うっていうことはいいかなというふうに思います。2曲目3曲目はあのカバーを歌いたいと思いますけども、沖縄の曲で、最初は沖縄のコッコさんが歌われてる曲で、ジュゴンの見える丘という曲なんですね。でこの曲もあの全然知らなかったんですけど、先ほどねちょっとお話しした音楽活動をオブスマっていうところで始めたということをお話したんですけども、そこに来てた、バンドの方がこの歌を歌われて、で私はそんなに印象残ってなかったんですけども、今一緒にユニットを組んでる北郎さんがこの歌すごく気に入って、ぜひやりたいということ で練習をしたという、そういう曲です。で、ジュゴンはまあ、なんていうのかな、イルカのようなクジラのような哺乳類なんですけども、とても生態系に敏感で、その生態が荒らされてしまうと生きていけないんですね。で沖縄の方では普天間の基地辺野古に移すという、ね、工事が進んでるんですけども、その辺野古でそのジュゴンがいるっていうことが分かって、まあ、そのジュゴンを守ろうということでコッコさんがジュゴンにこう話しかけてるっていうんですかね、歌いかけてる、そういう内容になってます。守るべきものたちが足
る何かが正しい優しいであれ、悲しみはいらない、優しい歌だけでいい、あなたに降り注ぐ全てが正しい優しいになれ、正しい優しいになれ、正しい優しいであれ。ジュゴとマナティがね似てるんですよね。それで、まあ、この歌を歌い始めてジュゴンとマナティの違いとかを調べたんですけど、なんか口のつき方が違うっていうんですか、あの食べるものがね違うということで、どっちがどっちか本当忘れちゃったんですけども、なんか下を向いてる口がで、なんか、海底にあるあの海藻を食べるとかね、なんかそれによってちょっと見分けがあるそうで、あとなんか人形にね間違えられるっていうこともあるみたいですけど、はい、じゃあもう一曲沖縄の曲を歌いたいと思います。まあ、あの沖縄は悲しい過去があるので平和を祈る曲がすごく多いですよね。私も、沖縄の曲すごくたくさん好きな曲があるんですけども、神谷千尋さんが歌われている、空よ海よ花よ太陽よという曲なんですけども、これも、まあ、あの祈りを込めた曲になっています。で沖縄の方はあのね拳が独特ですよね。沖縄民謡っていうんですかね。でそれちょっとできないので普通に歌います。花よ空よ海よ太陽よ、多分これ順番になってるかな。Oh,
ということで、まあ、本当にね早く平和が来るといいですね。だいぶねコロナの方は落ち着いてきたというか、毎日気にしてますけどかなり感染者が減ってきていると思うのでこのまま夏も乗り切り、今度はねお客さんが海外からたくさんいらっしゃると思うんですけどもね、それでも落ち着いてるといいなと思います。で、まあ、海外ということで、あの実は息子がね今度夏に帰ってくるんですけど、カナダから帰ってくることになっていて、まあ、その遠くに行ってしまった息子を思って作った曲を歌いたいと思います。遠くの君を思う時という曲です。来てない親ということで、もしかしたらここにねあの夏帰ってくるんですけどイーストコートに連れてくるかもしれないのでその時はよろしくお願いします。はい、
6月にしか歌わない曲がありまして、6月というと父の日ですよね。そして私の父の命日が6月8日だったんですけども、8年くらい亡くなってからなるんですけども、と、まあ、父は、外国航路の船員だった、船乗りさんだったんですね。それで小さい時からほとんど家にいなくて、一回航海に出てしまうと何ヶ月、長い時は半年ぐらい帰ってこないんですね。で、貨物船に乗ってオーストラリアとかニュージーランドに行ったりとか、あるいはタンカーもすごく大きなタンカー、何トン、2トンとか3トンとかよくわからないんですごく大きなタンカーに乗って、もうサウジアラビア中近東の方とかね、ずっと行ってくるんですけども、まあ、帰ってくると港に、私神戸出身なんですけども、神戸の港に会いに行ったり、広島の、呉だったり尾道だったりとかね、横浜の方だったりと、結構港港、ちっちゃい時は父に会いによく行きました。まあ、そういう思い出もあるんで、本当に父のおかげでね、いろいろ英語が好きになって、まあ、私も留学したりとか、今でもすごく感謝をしてます。で、最後は、まあ、肺気腫になってかなり、ね、苦しんで亡くなったんで、まあ、大阪に病院があって、近代の病院なんですけど、まあ、そこにねちょっと見舞いに行くのが結構辛くて、その時の曲になります。6月に亡くなったので、まあ、ちょっと線香花火、花火にはちょっと早い季節なんですけど、まあ、ちょっとね父の命が線香花火みたいかななんて思って作りました。はい、線香花火という曲です。
知らない。
こんばんは、ジョージ北島でございます。今最後ね、手がアップで映っちゃったんだけど、震えてるのもよく見えちゃったんだけどなんかね、毎回慣れてんでしょみたいな、緊張することありますかなって聞かれますけど、緊張するんですよね、毎回ね。今日はちょっといつもより余計に緊張しております私を見つめてという曲を聴いていただきまして今日はちょっとメジャーセブン、そうですね、メジャーセブンの曲ばっかりこう集めてみましたけど、こんな曲もあるんだなんてね、いう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、続きましてね、あなたへというのを聴いてください。ありがとうございます。こう今日このシャツとね、ちょっとズボンでちょっとソックス見えちゃってるんですけどね、素足に箱が履いてるみたいなね、そんな感じにしたら結構意識してるんですよ、ゆえさんをね。このなんかこの雰囲気がゆえさんに似てるかなと思って今日の選曲はえみさんとゆえさん、今日なんだっけ、佐藤健二君だっけね、
今日一緒に収録じゃなかったのは本当に、残念なんですけどね、パワフルなボーカルでということでね、そうそう、そういえば俺聞きたかったことがある、ゆえさんにね、小高さんとの絡みやりにくくないですか？すごい失礼なこと言ってるのは承知してますけど、小高さん、ゆえさんの絡みやりにくくないですか？いや、どっちがそっちでもなんか雰囲気がね、同じような雰囲気なんですね、きっとね。あ、難しいですね。あ、そうですか。ちょっとこれだけはちょっとね、さっき聞いててこれちょっと聞いてみたいなと思ってね。他ジャンルから入ったような人間だから。あ、そうなんですね、他ジャンルからね。あ、うん、そうなんですね。へえへえ。負けたくないっていうのは誰に貸したか分かんないけど、なんか買いたいっていうのがあって。小高さんとよく喋るんですね。いやいや、これ笑うとこですからね。ごめんなさいね。そうですね。ギターの人とね、ボーカルの人っていうか曲の雰囲気とかね。でも小高さんぴったりですよ。そういう意味。邪魔してるって。いや そんなことないですね。配信の時はゆえさんばっかりこう映るじゃないですか、ね、で実際ライブ見るとついついね、小高さんの方に目がいっちゃったりする時もありますね。本当に、いや、素晴らしい、素晴らしいギターですよ、本当。何も求めず、ただ
ありがとうございます。ただ歩くだけっていうね、今日はあの女性をモチーフにした曲ばっかりなんですけどね、歌詞を書くときね、恥ずかしいから女性の立場で書いちゃうみたいなね、そういう感じでいつも書いてますけど、もう本当自分のなんていうのかな、弱い心って言いますかね、女っぽい心って言いますかね、それがすっかり出ちゃってるなって思います。窓から見える木蓮が風揺れている、水たまりに雨が悲しい歌を描いてる、していても外の景色わかるのに、あなたを見ているだけでわかってると思っていた、歌詞を見ながら歌詞がボロボロっていう、なんか恥ずかしいです。さあ、じゃあめったにやんない曲を、もっと恥ずかしいかな、これ。ちょっと頑張ります。私にエール、聞いてください。
私にエールね、いう曲でしたけど、なんかよくわかんないけど作ってみました。もう最後の曲なんですけどね、いいですか、終わって、って言うんでしょみんな、あれ、って言う。そうね、今日ね、なんかいろいろ話すことあったんだけど一つも話せなかったんですよね。そう、じゃあさっさと終わりしろっていう話ですね。では最後に聞いてください。明かりを灯すために、今日はどうもありがとうございました。あ、ちょっとこの笑顔、恵美さんを意識してるんでね。まあいいか、どうでもいいって。Wow.
れたくて酔いたくてあなたのせいよ私なんでばかりで何にも手につかない踏み出せなくて行き詰まってこんなに愛してるのに嫌われるのはなぜ私の心闇から解いてあげたい思い出の曲が流れ涙が溢れ私一人で聴いてるこんなに悲しい曲だけお酒にむせてマスターの情欲もつまらないけど一人よりマシだってやる私の心に明るく灯すために明るく灯すために。ありがとうございました。ジョージ北島でございました。ありがとうございます。